来ないよまだ。こんばん、ナンシーこんばんたーい。ゆえこんばんざい、プリマービビーこんばんざい。土曜の昼下がり、土曜の昼下がり、電車が来るの待ちである。ケイさんこんばんざい。プリマ地方あるある、地方あるあるやね。飯は？飯、お昼はまだ食べてない。おでん？むしろ関東、確かにね、関東電車が来すぎてもうなんかそれに慣れちゃってるのある。そうなんだよ、東京が電車多いんだよ。なんか駅に着いた時点で15分前ぐらいに電車が行っちゃったっぽくて、次が1時間後だからあと30分ぐらい、あと30分ぐらい来ないから、13時半か、まあ13時半過ぎには終わるかな、13時半頃終わるかな。でもさ、まだあとまだね、乗り換えがあるんですけど、途中で乗り換えの時も、乗り換え？めちゃめちゃ時間があるから、多分2時間ぐらいなんか時間あるかもしれん。ちょっとまたどっか夕方頃配信するかもしれん。そう、あの充電にもよるけど。だからみんな、あの付き合ってもろてどっかなんか新潟の、新潟のさ、なんか伝道師活動するためになんかどこか行けたらよかったんだけど、そこまでの時間もなくっていうね。聞き覚えのある、これはもう全国で流れてるピンポン、駅ですよお知らせるピンポン、ピンポン。土曜の昼下がり、来てるのは姉のお下がり。うん、これはお下がりじゃない。地方あるある、電車待ち、まあ、地方にお住まいの皆さんなら分かっていただけることであろう。プリマ動画ありがとう、ありがとう、こちらこそ送ってくれたメッセージも。すみちゃん、サチ様、すみ、あれ今競馬してるんじゃないの？馬走ってるんじゃないの？すみ、のずちゃん今日顔アップ。車があるので電車なんか全然乗らない。まあ確かにね、車があったらね、本当に車あったらいろんなところ行けたのに。本当に今ね、切実に免許取りたいと思ってる。立ち食いそばないんだ。立ち食いそばもなかった。30分になったら左辺は戻る。プリマとりあえず何する、何しようね。あ、ねえ、みんなにさ、これを、これをちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、でーん、見てー、これ新潟県上越市の、上越市のルルブができました。イエーイ。今日はね、あのその制作披露会に行ってきたんですよ。制作披露会でした。もう上越市のね、魅力がね、ギュギュギュってここに詰まってます。イエーイ。これからいろんなところに置かれるかな、発売すると思うので。笹川も制作に携わったし、なんとあの写真もね使っていただいてるっていうか、あの紙面に笹がもう乗ってるのでまだ髪の毛がね、毛先だけ緑の頃ですね、全面緑じゃない。なのでこれをみんなにね見せたかった。超越、自然、歴史、美食全部楽しめる欲張り旅。
売ね、発売なんか具体的に何日かちょっとよく分かってないんだけど、そう、でも近々、今日は 発行って言ってた、発行と発売は違う、いろんなところに置かれると思います。でしためっちゃね、あの食べ物も美味しそうなのいっぱい載ってるし、自然がねすごいので見てほしい。ダダこんばん、こんにちは。ビビ今日も綺麗ですね、昼下がりの笹川。新潟オール、新潟オールで今もうね球場に帰らんといけないんやけどな、本当は実家に帰りたかった。緑色見て目が休まりました。もうね、超緑。パンピョピョしてる。抹茶色ともちょっと違う。やっぱりもう相変わらず語彙力ない文面で、どこが？大丈夫、笹川の方が語彙力ないから。気持ち伝わったよ。りょうさん、カルさん、こんばんざい。ルルブ、上越のルルブ、そうです。あの今回上越市民の方々がこうなんか上越市の自分たちの知ってるいいところを、市民の人だからこそ知ってるいいところをこうなんか紙面に掲載するために、こういうところがありますよとかご紹介しましょうみたいな、みんなでこう話し合ってスペシャルサポーターとしてみんなで計4回あったんですけど、その回が笹川も計4回その上越で毎回参加して、こういうタイトルにしましょうとか文面とかも全部みんなで考えたり、掲載するお店を考えたり、でね、実際にね制作に携わらせていただきました。全国でさ販売するのかな、どこで販売されるかまだ笹川も具体的にはすいません知らないんだけど、あ今一瞬電波乱れた。上越ルルブぜひ手に取ってください。これなんかどっかアマゾンとかでも手に入れられないのかな、全国のみんな。甲州飯店、上越じゃないでも有名店、すげえ場所で、そうつい数分前に起きた遅めの気象だね。いえ笹ちゃん目当てで、あそういう入り方もありだと思います。それで上越のいいところ知ってもらえたら、コンビニはちょっとどうだろうね。すみちゃん9着だいぶ遅めだったね。すみ伊豆パパ、さちゃん、黒田さん、こんにちは。僕の気持ち伝わってる？ペニー先輩から気持ちはもらってるかな。クレちゃんこんばんは。新潟の匂いする？そんな匂い伝わる機能あった？すぐハイテクじゃん。よっちこんにちは。けけこんちゃーす。サマス招待されてるのに行けなかった。サマスね、本屋の旅コーナーとかにね、全国で置かれるといいけどな。あれ電波悪い？電波さっき一瞬乱れたけど戻ったかな。もうアマゾンと楽天ブックス、まだある出るとしてもこれからかもね。そうなんだろう。あ早く明日はリリースイベントのオフ会ですね。オフ会参加される方よろしくお願いします。
あ、今日休みなの忘れてて6時に起きて、あ、2度寝してまただいぶ寝たね今日下がも今日やばかった。アラームかけ忘れたけど、でも間に合う時間に起きた。寝ちゃね、朝早めに出たから。タミタミサーサータミー、今19分、あと10分ぐらい配信。てるくんこんにちは、こんにちは。てるくんこんばんさ、ブンブン、車の音、ブーン。サマさん、少しでも力になりたかったな、ルルブーン。でもまたさ、もしかしたら第2回とか、もしかしたらどっかであるかもしんないから分からんけど、ガクちゃん決勝戦お疲れ、ありがとう、エナジー決勝お疲れ様でございました。ライブ組はこれからライブ？だって4時間ぐらいしか寝てなかったからね。たくちゃん第2回は協力した。第2回、え、どっちの話だ？どっちの話やろ ？NIG ルルブ。たみたん今日はお散歩しに京都市の、うわあいいな。本当にいいな京都。なんかそんな感じでお散歩で観光地お散歩できるの強くない？いいな。え、京都はね本当にね一回移住考えた。移住というかね、大学真剣に京都行きたいなと思って考えて湧いた。結局行かなかったんだけど、いろいろ考えて。どうさ。どっちも。お餅くん。ルンルンで、あ、もう帰宅？早いね、ガクちゃん。ガクちゃん、20日のワンマンライブ来ない？神田明神ホール。待ってるよ。3月20日。日曜日神田明神ホールのワンマンライブ、みんな来てほしいな、来てほしいな、お願い。あと8日、8日だね、もうあと8日、ほぼ1週間。あと3月23日は赤羽レニーアルファで笹がお誕生日当日ライブありますので、みんな来てください、お願いします。たくさんの人に来てもらいたい。誕生日当日はちょっといっぱいの人に来てもらいたい、お願い。お散歩という名のリリーベそんなお散歩ある？いいな、気軽に行ける。たくちゃん23日行けるようにして、あ、本当に検討してくれる？23日行けるようにしてほしいなしばらくお会い してないからさ、待ってる。ガクちゃん、会いたさだね。一部二部あるから昼夜、なんかもしみんなどっちかだけでも、昼夜どっちかだけでも来れるっていう人いたらとっても喜ぶ。あ、23日赤羽レニーか、ごめんなんか今ごっちゃになってた。ガクちゃん赤羽レニー待ってる。そう、20日が神田明神ホールのワンマンで、21日月曜日祝日、笹川は長野で駒野の方と一緒にイベント参加して、22日は主催ライブのジャック・オブ・東京浅草歌劇場、そして23日は赤羽レニー
23日めっちゃなんか出演時間枠長めにもらえるらしいからね、みんな見に来るべし。京都とか羨ましい。一番好きな県で、多分って多分とは。新潟も好きになって、さまさっきのワクチン3回目を接種。え、みんなやっぱね、腕痛いっていうね。腕はやっぱ来るよな。タラちゃん大変ですな。タラちゃんもおいでね。もう全員集合だから。笹川おっさんはもう本当に全員集合案件。最近お会いできてない方多いからさ。ゆえお誕生日おめでとう。ちょっと早いけどありがとう。まだあとお誕生日まで11日あるけど、え、でもあと11日か。その前にニアとゆうきとしおちの誕生日がありますね。いっぱいいる。この11日間でめっちゃいっぱいいる。15日が上影ニアちゃん、16日がもちまるゆうきちゃん、22日が藤崎しおりちゃんで、23日笹川誕生日で、29日が春川あゆみちゃん。いっぱいだね、3月誕生日。しかもみんな後半に集中。たみたみリリビ君バレたらバンか、やばい、追われてる。あ、今日はいい子にしてるんだよ。ライブ行きたいけど。そうね、昨日弟と来てくれてありがとう。たみたみお散歩って言ってる。たみたみのお散歩はイコールリリーベなんだね。わかった。鈴木氏2部いる。イエーイ、楽しもうな。もうね、瀬取りも決まってるんですけど、そげ気圧。ジュンディこんばんざーい。あ、カンカこんにちは。バイトの休憩、お、休憩時間にありがとう、覗いてくれてお疲れ。ちょうど休憩時間と重なった。笹川の電車待ち時間。新潟の古い電車引退しましたね。え、どれのこと。まこちゃんこんにちは。ワンマン、須坂、浅草、赤羽、三松の化け。え、全部いる。で、笹川とあれだね、移動パターン一緒だね。結局みんな暑いやってるけど、新潟はまだちょっと肌寒い。え、でもこの格好で、まあそんな、めちゃめちゃ寒いってわけじゃないけど、笹川的にはちょっと涼しいぐらいが好きだから、ちょうどいい。逆に暑いの嫌いだから。なんかね、冬でも暖房効きすぎて、もうもわもわなとこ苦手なんだよね。暑苦しい。だからちょっと肌寒いぐらいがちょうどいい。雪国出身でも多分メンバーは寒いって言いそう、新潟。でも東京ね、今日20度とか、まあ、ケッケの沖縄はもっと暑いやろな。ジュンって私も腕痛いです。3つくらいテーブル一気に持ったので。お仕事、ホテルのお仕事。 HK こんにちは。舞浜で、え、間違えてなのそれ。そう、チェキ頼んでくれてありがとうって思った。間違えてなの。え、でも めちゃあのチェキ映り良かったからね、楽しみにしててとても盛れました。たみたみバレたらジュリちゃんに怒られる。だって今あれツイッターのプロフィール欄なんだっけ、ジュリちゃんしかみたいな感じだもんね。プリンワンマン楽しみ、イエーイ。1部も2部もありがとう、めっちゃ楽しみ。やっぱね、ワンマンが一番大好き。鈴木氏合同セーター祭ね。ワンマンライブでできちゃうけど。一応で引退したのは国鉄時代からの115系。どれだろう、何色のやつだろう、調べよう、うん、あ、もうそろそろ終わろっかなの時間。電車の時間までもうちょっと。
これも暖房効きすぎてるの分かる。え、そう、やっぱこっちの出身の人はそういうんかな、なんだろう、あのこの前ホテルで遠征のメーササ部屋は暖房何にもつけてなかったんですよ。もうエアコンをつけてすらなくて、でもなんか配信するためにジュリア・シオリ部屋かなに行ったらめちゃめちゃ暖房もともと何度になってたのか分かんないんだけど、めっちゃ暑くてもわもわで、でちょっとなんか下げてくれたんだけど、下げてくれた時点で27度、めっちゃ暖房つけるなと思って、すごい。でもね、その同部屋の2人が感覚合う2人でよかったよね。逆に大阪行った時、笹川しおちゃんと同じ部屋だったんだけど、何もつけてなかったんだけど大丈夫だったかな、しおちゃんって思ってる。寒かったかな。そう、あとマイカもめちゃ部屋あったか派の人っていうのを覚えてる。でも全然つけなくても全く平気な涼しさ、ちょうどいい適温だった。私のとこも今日は少し肌寒い、肌寒い新潟。カンカン、暑いよりはね、やっぱね涼しい方がいいよね。なんていうの、ちょっと爽快感爽快感なのかな、なんかそんな感じ。あ、31分だ。ジュンディ、ニアさんの前日がワイだから、おお、ホワイトデー3月14日、すごい。たびたびいろいろと怒られて反省してる。あ、なんか降ってきた、クッキー、ホワイトデークッキー。外で立ち食いすることになっちゃう。ありがとう、アバだ、アバ、ハートもくれてた。こんにちは。あれ、今日今お仕事、お仕事の合間、朝がもうすぐ電車が来るから、そろ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 終わるよ。もし夕方ぐらいも配信できそうな感じだったら配信するかも、かもかも。その代わり今日夜やらないかも。うん。新潟の、そう、新潟な、新潟ね、用事できた。115坂に強い。マジ充電なくならないね、バッテリーはあるけど、でも最近めっちゃぐんぐん減る。ヤヒコ色、湘南色、ヤヒコ色。上越は新潟の、そうそうそう、新潟の下の方、富山とか石川寄りの方。下越が下って書くけど上の山形寄りの方。やっぱ誰がよだれ女やよだれ女久々に聞いたディローは下にあるのになぜ上越か。あ、そうそうそう、昔のね都がね上だったから。ちょっと気をつけて、ありがとう、アブお疲れ、アブもお疲れ、みたい、お疲れ様でした、大好き。大丈夫、また怒られない、大好き。お散歩楽しんで、プリモ、おつつおつつおつつ、ふんふん、ありがとうございました。33分、バイバーイ、ありがとう。